どうもみなさん、ミスターノバリーです。さあ、ということで今回はですね、こちらの木、可愛くなりましたよ。見て、見て、トリミング行ったの、最近木。そしたらさ、なんですか、この可愛い犬。すっごい可愛くなったでしょ。ね、で、木と、あともう一匹ね、鬱陶しいやつがいるんですよ。そいつをね、ちょっと二人紹介しようかなと思います。さあ、さあ、来なさい、お前たち。あ、木どっか行っちゃった。アップアップ、あー、どっか行っちゃった。アップ、おいで。はい、来たー、来た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 。噛む犬アプリ来ましたよ、アプリ。はい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 、近いのよ、近いのね、あなた近い。おいで、もうどこ行くねん。はい、来た、はい、来た、うん、来た来た来た、うん、来た来た来た。鬱陶しいやつだな、お前は。本当にもう、なんだこの噛む犬はね。すっごいね、まあ、噛むは噛むんですけど、ものすごい甘えん坊です、こいつ。うっとし。うっとしね。で、木が6歳で、こっちが8歳かな。さあさあさあ。ということで今日はね、この2人を紹介していこうかなと。改めてね、紹介しようかなと思います。まあ、トリミングして可愛くなったんで。まあ、アプリはね、ちょっとね、アプリおいで。アプリおいで。この子はね、結局トリミング行ったのに、噛むから、トリミングできませんでしたって言われちゃったんで、木がとにかくすごく可愛くなったんでね、見せたいのよ。ね。この子絶対すぐ決まるでしょ、この顔。見てよ、このさ、可愛らしい顔。おとなしいし、この子は噛まない。で、まあ、唯一困ったことがあるとすると、まあ、とにかく甘えん坊で常にこうやってね、膝の上を狙ってくるっていうことと、あとはね、ちょっとあれです。分離不安があります。もうなんかね、どっか出かけようかなと思って、なんていうの、ちょっとでもね、なんかこう着替え始めたりとかするでしょ。そうするとそわ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 しだして、なんかブル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 震え出してね、こうやってブル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 震え出すんですよ。で、出て行こうとするとなんかギャン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 泣き出してね、もうそれがね、ちょっと分離不安気味なのがちょっとあれかな。で、あとはすごい甘えん坊で、まあ甘えん坊なことはいいんですけど、甘やかされてたのかなって感じで、もうご飯とかもね、なんか一人にしといても食べないから、近くにいないと食べないとかね、まあいろいろそういうところはあって、まだこの子も、まあ甘えん坊で噛まないからあんまり問題ないように見えるんですけど、まあ結構ね、精神はまだまだ不安定っていう感じですね。まあでもすごい可愛い子ですよね。見てよ、この顔ね、え、可愛い。おー、どこ行っちゃった、おいで、はい、もうこいで、はい、もうこいで、はい、もうこいで、はい、アップもおいで、はい、アップもおいで、あー、さあさあさあ、あー、さあさあ、お前、この二人はね、仲いいんですよ。仲いいっていうか、なんだろう、木はあんまりアプリのこと気にしてなくて、アプリはね、結構木がいるところになんか近くにいてね、居座ったりとかしてるんでね、まあ、結構アプリは木のことが、まあ、好きなんだかなんだか知らんけど、一緒にいて、まあ、アプリはなんかはいはいはいみたいな感じになってるっていう感じですね。で、まあ強いのは木じゃないアプリなんで、やっぱなんか怒ったりするのはアプリで、僕は、あ、分かったよみたいな、なんかなんていうの、まあ男女だから、なんか姉さん女房みたいな感じになっちゃってますね。全然そういうあれじゃないけどカップルとかそういうわけじゃないんだけど、そんな2人のパワー関係、パワーバランスっていう感じですね。まあ、なんだろうね、これすごいさ、よく見てよ、人間みたいな、人間的な顔してない、僕って。ねえ、僕すごい可愛い。なので僕をね、まずは木を押していきたいね問題なくてすぐ決まりそうだから、ちょっと木から押していきたい。今ね、みなしごさんすごい犬が多いんですよ。で、まあ、アプリは多分まだしばらくいるだろうから、今日は木をちょっと中心にお話ししていくんだけど、まあ、特に木 と、アプはあれです、同じ家庭から保護はされてるんですけど、別に同時になんていうの、里親募集をしてるっていうか、その同じ家に里親募集をする、里親として出ていくっていうことではないです。うん、まあさっきも言った通り、仲いいっちゃいいけど別にそこまで良くないし、別に仲悪いっちゃ悪いけど別に仲悪、そこまで仲悪くもないみたいな、お互いあんまり干渉しないだけみたいなところはありますかね。まあでもなんかね、いつも寝るときはね、ケージの中に一緒に入れてんですよ。そしたら2人でね、仲良く寝てるんで、仲いいかどうか知らないけど、外から見えないようにして寝てるからさ、仲良く寝てんのか知らないけど、まあ静かにはしてます。うん、
でまあ別にちょっとね僕はクレートが苦手かな、ケージは全然平気になったんだけどクレートはちょっと苦手で、まあ今の丸みたいな感じで出して出してってすぐ言うね、クレートに入れとくと。で丸、まあ丸はまたちょっと次の動画で出すわあいつもまたすごい可愛くなってるね、また見てやってください。ですごい可愛い、うん、僕は可愛いよ、うん、本当にねお利口さんですねえもくちん、ねえもく、もくとアプリがまあまあまあこんな感じで、まあ、アプリもね噛むとは言ったってまあまあこんな感じです。すごいね甘えん坊さんですね。まあアプリはだいぶなんだろうな、ついてきてくれて、うん、すごいねこんな感じで、携帯で撮るとこんな感じですね。もう噛みますって書いてある割にね、こうやってお腹出してね、ヘラグヘラーンってするんですよ。うん。ねえ。まあなんかでも最初の頃は結構足拭くと、散歩終わってね、足拭いてると噛みついてきてたんだけど、最近はなんかなくなってきたかな。うん。っていうかまあ、なんかなんていうの、噛むは噛むんでしょうけど、なんか、触るんだったら、私も考えるわよ、みたいな顔して見てくるんで、こっちも、噛むんだったらこっちだって考えるよみたいな顔してみるとって言ってなんかおとなしくしてますね。まあなんかこの構図がよくある構図です僕が膝の上でグラ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 してるとアプリが怒ってきて、こうやってお腹出して私を撫でてくださいっつってくる。もうねこれがよくあるこの2人の関係値ですねまあまあどっちも可愛いですよ。こちらのねモクさんがマルチーズとトイプードルのミックス犬で、こちらの、マルじゃなかったアプリがただのトイプードルっていう感じで、アプリコットだからアプリなんだろうね、わかんないけど。モクはなんでモクなんだろうね、よくわかりません。けどさ、ほんとなんかさ、モクってなんていうの、人間みたいな顔してない、この顔なんかちょっとシナウザー顔にも見えてくるよねまあでも可愛い子です。うん、なのでまあ多分モクはおそらく早く決まるでしょう。なのでね、本当に早く決めてあげたいよ、この子は。可愛いし、お利口さんだし。なんだろう、12月入ってね、今、すごい保護犬増えてんだよね、みなしごさんね。だから早くね、決まる子から決めてあげたいんだよ。だからちょっとこの子、頑張りたいし、今後ろで騒いでる丸もね、まあ、丸はちょっと大変、ちょっと難しいかなって感じはするけど、まあそんなにそこまで難しい子ではないんで、次の動画では丸をね紹介していこうかなと思います。丸うるさい、静かにしてくださいってな感じでやってます。まあなんかねこうおとなしくなってきました。アプリアップップアッププアップププアップププアップはなんでこんな甘えん坊なの。もう鬱陶しいよ、本当にこんなことされたら。これでもまだ控えめな方です。多分やっぱカメラとかがあると警戒するんでしょうね。これでもだいぶ控えめです。普段はねもっとひどいよ。もうなんか無理やり触らせてくるからね、うん、もうそれで痴漢ですって訴えられたらどうしようかなと思うもんこっち女の子だからね。僕が男の子でこちらが女の子なんで、こうやって無理やりこうやって触らせてくるからさ、それでこの人痴漢ですなんてさ、最近 SNS 社会でしょ。だからトイプードルの SNS とかでさ発信されたら、トイスタグラムとかでさそうやって発信されちゃったら僕どうしよう、冤罪で捕まるよね。だからこうね、僕は僕でこれ僕が言ってるんじゃなくてやらされてるんですよっていうのはちゃんと動画証拠としてね撮っておくことによって、僕のまあ不当な逮捕をね防ぐっていうことでねやっていきたいなと思います。まあ今ねアニマルポリスとかもこれから作られるでしょうから、アニマルポリスにね通報されちゃったらね、この人に私触られたんですって言って通報されちゃったら困るんで、うん、なのでこういう動画も撮っておこうかなと思います。そろそろ何言ってんだろうって感じの話になってきているので、今日はねこの辺で終わりにしたいかなと思います。はい、ということで今回はですねこちらのモクとアプリの紹介でございました。もしこの動画気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ちょっとね最近ね動画サボり気味で申し訳ないなと思ってるんですけど、来年からねちょっともっと大きい動きがしたいんで、その辺ちょっとまた動画にします。今週はね珍しくゴマが来てるんで、ちょっとゴマと一緒に動画も撮りたいんで、その辺の来年の展望とかも話したいと思います。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。失礼します。あのよお前ら撮影終わったんだよな、ね、テレビ的にやってるでしょ、ね、テレビ的にこうやってやっとけば美味しいと思って、トイプードルだからね頭いいから
テレビ的にこういうことやっとけば美味しいでしょって思ってやってるんでしょ。曲がってるよ。ほら、もう撮影終わったよ。ね、ほら、撮影終わった。ね、撮影終わったってば。なんてハレンチな女だ、こいつは。ハレンチ女ですよ、これもう。ねえ。ねえ、かわいいね、僕はね。それじゃあ、本当にさようなら。